よろしくお願いします。ひとまずお前がナルトたちに同行しろ。これから。はい、おかげさまの命令に従います。ナルトは2年ぶりに木の葉に帰ってきたので、少し慣れないこともあるかもしれない。わかりました。修行の成果はあったんだろうな。何の成果もなしに戻ってきたとでも思っとるのか。では早速成果を見せてもらおう。でかくなったな、ナルト。全然変わってねえってばよ。いやー、さくらと会うのも久しぶりだね。はい、明石先生。後で第三演習場で落ち合おう。使者さんを案内するよう言われてるだけなんです。あ、で、お前どうすんだ、ナルト。俺らと同期で中忍になってないの、お前だけだぜ。あ、じゃあ、さくらちゃんも中忍？ついでと言っちゃなんだが、砂隠れの勘九郎とこの人、あ、それから一級上のネジはもう上忍だ。じゃあガーラは五代目の風影になったよ。そうか、ガーラ風影になったのか。すげえ。まあ、俺も負けてらんねえってばよ。絶対火影になってやる。見てろよ。強くしよう。サインが欲しければ書いてやってもいいぜ。懐かしいってばよ、ここ。ああ、そういや、ここはお前たちの最初。第7波。スリーマンセルか。あの時はサスケもいたっけな。サスケの名前はこいつらには禁句だな。ま、どれだけ成長したのか見てやる。ルールは初めてお前たちと会った時と同じ。どんな手を使ってもいいから、俺から鈴を取ればいい。期限は明日の日の出までだ。さて始めますか。